はい、今日は少し蒸し暑さがアップしました。まずは現在の那覇の様子から見ていきましょう。この時間少し雲が多いですね。本島地方この後にわか雨降りそうです。お気をつけください。現在の那覇の気温は 24.7 度。今日は波照間や西表島では30度超えの真夏日となりました。そうですか、はい、そこまで暑さは那覇では感じなかったんですが、うん、歩いてるとこうムシムシと感じられて、はい、ちょっと暑いなと思いましたね。そうですね、ちょっとね、歩くと暑いですよね。で、明日もよく晴れそうなんですが、いよいよ台風が週末から影響が出始めそうです。では進路図を詳しく見ていきましょう。こちらです。午後3時現在、台風2号は今最大級クラス、猛烈な勢力にまで発達しています。中心の気圧は910ヘクトパスカル、1時間におよそ15キロの速さで西北西に進んでいます。今後はこの勢力を維持しながら進み、29日の月曜日以降、沖縄地方に接近する恐れがあります。うん、先島諸島は暴風域に入る可能性もあるんですよね。なんか梅雨入りしたと同時に台風が来るっていうのは、はい、あんまりないことかなと思ったんですけど、そうですね、この時期珍しい台風になります。で、参考までに世界各国のこの先の予想モデル見ていきましょう。はい、こちらです。台風2号今ここにあるんですが、この後は高気圧の縁に沿うようにこう西北西に進んでいく見込みです。ただご覧のようにこの先はまだバラバラになっていまして、本当ですね、はい、進路が定まっていないんですよね。で、一つ心配なのは沖縄の南の海上でスピードが遅くなる予想のため、停滞する可能性が出てきています。今回の台風、影響が長引く恐れがありますので、今後の動きに十分に注意してください。さあ、お知らせの後も明日の天気について詳しくお伝えします。